はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、ちょっと新しいキットになる、ちょっと光が反射するな、ごめんなさい、今回も新しいキットに、着手するんですけれども、まあ前にね一回違うキットを作って、で今度これの紹介をしてほしい、制作の動画上げてほしいっていうリクエストが多かったんで上げるんですけども、こちら、鶴の館さんの、そのビスクドールは恋をするの、北川マリンですね、こちらの制作動画アップしていこうと思います。まあ、いつもねカーモデルばっかり、動画上げてるんですけれども、ちょっとこういうガレ美少女ガレキの動画も一回見てみたいっていうのでリクエストがあったんで、今回ちょっとこれをねやっていこうと思います。はい、で今回は基本的に下処理と、肌の塗装までやっていってしまおうと思ってますので、よろしければ最後までご覧ください。まあ、なるべく簡単にできるようなやり方でやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。はい、でちょっとね仮組自体はね、ちょっとこの間のイカサさんの仮組会でやってしまったので、やってしまったっていうか、もうほとんどねここのメーカーの、ガレキの場合、軸打ちの軸打ちのガイド穴が開いてるんですよ。なんでそこに穴開けて1ミリのアルミ線刺してでプチプチ繋いでったら、それだけでもう仮組が終わっちゃうんで、もうここまで終わってるので、ここからね表面処理をやっていきます。でまあ基本的にこういう湯口、要はレジンを流し込んだところですね、流し込んだ湯口っていうところとか、あと型の合わせ目のパーティングラインって言われるこういう継ぎ目の部分ですね、こういうなの、ちょっと白レジンなんで、ね、見にくいですけど、こういうなのを全て全部処理していきます。はい、で、塗装の準備をしていくっていう感じになるので、まあもうひたすら削るだけって感じになるのでね、その辺はちょっと早送りを交えつつやっていこうと思います。不要な湯口やバリなどをニッパーなどを使って切り落とす。段差の大きなパーティングラインなどはバローベヤスリで荒削りする。曲面だらけのフィギュアには鉄ヤスリは向いていないですが、大きな段差をスポンジヤスリなどで必死に削ってる間に形が変わってしまったり、余計なところを削ってしまうリスクを考えると、鉄ヤスリで段差だけをサクッと削っちゃう方が安全じゃないかなと思っています。荒削りが終わったら400番で削っていきます。モールドの甘いところをエッチング層などを使ってえっていきます。これをやっておかないと、後で塗り分けのマスキングをする際にマスキングのラインが決まらないくて苦労します。造形村の透明サフェーサーを使って傷埋めとプライマー処理をしていきます。プライマー入りの透明なサフェーサーなので、サフレス塗装の邪魔をせずに傷を埋められます。缶スプレータイプしかないのが残念。タミヤの墨入れ塗料のオレンジブラウンを使って、モールド部分や関節の内側などの塗料が入りにくい箇所に色を入れておきます。今回はグリズリーパンダさんの桃肌フレッシュを使います。 1.5 くらいに希釈したものを 0.2mm のハンドピースで、エアーツを 0.05MPa まで下げて彩拭きでシャドウを塗っていきます。
ある程度乾いたら同じ塗料をエアーズを上げて全体に拭きます。シャドウを拭いた部分はこの重ね塗りで色がより濃くなるので、そのあたりも考慮して塗る量をコントロールしていきましょう。白レジンの成型色の上にシャドウをベースカラーと重ねていくことで奥行き感、透明感のある肌の塗装となります。これが一般的なサフレス塗装のやり方となります。桃肌フレッシュはシャドウもベースカラーも同じ塗料でいけるように調合されているので非常に使いやすいと思いました。あとはイメージ通りの色合いになるまで均等に重ねていきます。クリア塗料は乾燥時に少し色が濃くなるので、その辺も気をつけましょう。ずっと塗装ブースの照明で見ていると色味がわからくなるので、たまに違う照明の下で見たりすると分かりやすくなります。これはやらなくても良い作業なんですが、女性の肌のみずみずしさを表現するのにパールを吹いた方がエッチに仕上がるので、パールを吹いていきます。吹きすぎるとケバくなるので、ほどほどに。ツヤ感を整えるためにセミグロスクリアープレミアムを吹いていきます。トップコートに入っている溶剤で下になった塗料を少し溶かして全体をなじませるので、しっかりとウェットになるように吹いていきます。はい、で一応肌塗装が終わってこんな感じになりました。まあ上半身とかね、服があるんで、塗ってないですけども、まあ肌の部分ですね、肌の部分の塗装が、とりあえずこんな感じになりました。で一応まあ見てもらったように、まあ各工程動画で見てもらったんですけども、基本的にはまあサフレス塗装って言われる、この白レジンのこの白を生かした塗装の仕方っていうやり方になるので、まあこうレイヤーごとにね重ねていってっていう感じで、こういう感じの塗装にしました。はい、でまあちょっとね、今回桃肌フレッシュ使うの初めてだったんで、まあ、どんな感じかなっていうのもあったんですけど、まあ結構コントロールがしやすくて、非常に塗りやすい色でした。はい、でまあちょっと今回はね、あれなんですよ、アニメ準拠っていうよりはどっちかというと原作準拠で仕上げたいと思ってるんですよ。なので、この顔のパーツは、これ今光沢クリアで塗装してます。光沢クリアを塗った状態で終わってるっていう形にしてあります。で、ここに、目を変えていこうと思います。このキット自体にはデカールついてるんですけど、目のデカールついてるんですけど、目のデカールはどっちかというとアニメ寄りのデカールになってるんですよね。なんですけど、僕は今回ちょっとね、先ほど言ったように原作準拠、漫画の方ですね、漫画の方の雰囲気で仕上げていきたいので、目はねちょっと描く方向でいこうかなと思ってます。はい、でまあアニメになる時になぜか設定で削除されたんですけど、北川さんって下ピアス開いてるんですよ。下ピアス開いてるんで、下ピアスのね下穴も今一応開けてあるんで、後々ね、下ピアスもちょっと再現するっていう感じでやっていこうと思ってます。なんで顔だけ光沢クリアで、あとの、肌部分はいつものようにセミグロスクリアを使ってこんな感じで仕上げてあります。で、この下着だったりとか靴下の部分っていうのも、本当だったらもう先に塗り分けして一緒にセミグロスクリアを塗ったらよかったんじゃないのっていうふうにも思うかと思うんですけど、ちょっとね各それぞれ色をね変えたいんですよ。
うん、靴下はやっぱ靴下なんでセミグロスよりはもうちょっとツヤを消したいし、この下着に関しては設定画を見る限りは、まあ、シルクとかサテン系のちょっとツヤっとした感じの、下着を履いてる映画多いので、下着に関してはちょっと、このセミグロスクリアよりはもう少し光沢を出したいっていうのがあって、ちょっともう今の時点で一回セミグロスクリアを拭いちゃいました。肌の光沢ですねをここで整えてしまいました。なので、今後、ここの塗り分けをしてでそれぞれ、トップコートを拭いてツヤを調整するっていう感じでやっていきます。はい。で、まあ、さっき、原作準拠アニメ準拠にしたいっていうのがあったので、あえてねいつもやらないんですけどこの、まあ、下着のラインだったりとかこういう、継ぎ目の部分にわざとねちょっと軽く墨を入れたんですよね。ピンクオレンジピンクオレンジだったかな、オレンジブラウンだったかな、タミヤのね艶消しと、墨入れ塗料で、軽く墨入れをしてあるのでちょっとねこういう風にメリハリがついた感じになって若干アニメっぽい感じになってるかなと思います。はい。なので、一旦これで、肌塗装の方は作業終了っていう形になります。で次の作業ではちょっとどれからやっていこうかまだ決めてないんですけど、まあ、アイペイントをやるか、こういう塗り分けをやっていくかそれか、服の方の塗装をやっていくかでいう感じでやっていこうと思います。でスカートはねチェック柄なんですよ。でチェック柄って僕ちょっとやったことないんでまあ探り探りっていう感じにはなるんですけども、そのチェック柄もねなんとか塗装で頑張ってやりたいなと思ってるんでその辺も動画でやっていきますのでよかったら、そちらを見ていただけたらなと思いますので、まだ続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。